見てきましたよ。だからかい上手の高木さん映画を、長野芽衣さんが高木さん役ですね。ちなみにですね、私からかい上手の高木さんに関しては原作に関してはですね、全く触ってないと言っていい感じですよ。監督は今泉力也さん。なんか私見たことある映画あるかな。ないかもしんない。結構私映画見てる方だと思うんですけど。ないかもしれない。そんなわけで、です。まあ、長野芽衣さんのね、出てる作品はね、いっぱい見てる気がしますけどね。何やりましたっけ？そしてバトンは渡されてもあって、ねえ、キネマの神様とか出てたんだ。出てたか。あ、二の国ね。二の国、私の中でのワースト映画。星一つ映画ですよ。あったなぁ。るろうに剣心にもなんか出てた気がするね。記憶がないですけど。まあそんな感じっていうことで。まあオリジナル展開なんじゃ、原作はまあ何？山本総一郎さんと読むのかな？ちょっと、そうですね。という方の映画ですけど、映画じゃないや、漫画ですけど。まあ、アニメ化もされている人気タイトルですが、私アニメも映画、漫画も読んでいない。読んでいないという感じですよね。なのでまあ原作中あるあるのね、原作と違うから嫌だみたいな、まあそういうのはないない状態での鑑賞になります。はい。まあ私別に何原作と違っててもいい派ですからね。まあ作品としてはよ。作品としては。まあ今、話題になってる話としてはさ、原作者が自殺されちゃった作品に関してさ、なんか、また再燃してるじゃないですか。まああれは、何？原作を、から離れることで、作品が良くなるか悪くなるかっていう話と、こう、それをさ、原作者が、こう、良しとするかどうかって話は、全然別の話なんで、まあそこはね、ちゃんと切り分けてね、物事を考えた方がいいと思うんですけど、ねーって思いながら、世間が、こうなんか騒いでるのを見たら、このツイートは関係ありませんっていうのを押して回るっていう、あんな揉め事に関してよ、あの揉め事に関して、まあ全然関係ない人がちょっとうまいこと言ったような感じのことを言って、アクセスを集めてるっていう構図があんまり好きじゃないあんまり好きじゃないっていうね、のがありますよ。まあそんな中、オリジナル展開なんですよね、多分ね、これね。からかい上手の高木さんっていうのと、多分からかい上手の元高木さんっていうのがあるんですよね、多分ね。ね、
この二人結婚して元高木さんになってるっていうのがあるはずだと。という作品がまああって、その間の空白の部分をこう埋めている映画だと私は認識しているんですが、いかんせん原作を全く触ってないので、わからないです。ただまあ、ちらっとさ、こう、何見たりはするわけじゃないですか。あの、こう、プロモーションで出てくるさ、あの、加害者高木さんに、あれも、あれ、どうだったんだろう、もともと、どうやってたんですかね。でも一部、漫画の一部をツイッターに載せるプロモーションってさ、結構やるから、それでまあなんか、ああ、こういう作品なんだねっていうのはなんか知ってるみたいな感じです。はい。で、そうね、例によって、あの、後半ネタバレをしていくつもりなんで、ネタバレをね、後半するよ用意を、ちゃんとしてますんで。前半は総合的な感想から話していこうと思うんですけど。そうね。まあ、星は3個。普通に面白かった。普通に面白かったです。まあ、原作ファンの人からはどうなんでしょうね。っていうとこがあります。あの、逆に原作ファンの方が評価されるところが私が気になっているとこかもしれない。それ何かっていうと、まさに演技。まさに演技ですよね。なんかさ、演技であり、あの、西方、演技とあとね、西方の性格ね。西方の性格がなんか、あの、ちょっとね、気になる。こうさ、もう二十歳どころじゃないですよね。20代中盤ですね。24とか5とか。3から5くらいですよね。わかんないけど。中学卒業したのって15歳?そっから10年後だから25歳?うん。だとさ、ねえ、それで あんななのっていうのは思うわけ。まあ、ただ、これもどうなんだろうね。だから原作、問題あるんだろうな。中学生がさ、そのままこう、中学生として描かれてるキャラクターがそのまま大きくなっちゃいました。大きくなっちゃったっていうか、仕事をしてます。教員やってますっていう、そういう感じなのかな。そういう感じなのかな。で、あるならば、まあなんか仕方ないのかな。だそこで、なんていうの、それなりにこう、普通のリアルなね、人間だったらそれなりに成熟していくわけじゃないですか。そこでさ、そうね、それなりに成熟していくわけなんだけど、それを描いちゃう、その成熟、それなりに成熟した西方を描いちゃったら多分、こう原作ファンの人たちは、これは西方じゃないって思っちゃうんだと思うんですよ。これは高木さんじゃない。ああ、まあなので、仕方ないよねっていうか、この作品の構造上仕方ないよねっていう話ですよね。そう。演技で気になったところとしてはさ、あの、この高木さんの語尾ね。なんとかだよっていうのが。あんな、なんか
かすごい喋り方するなって思って。まあその辺がね、その辺がまあノイズとして入ってきて気になっちゃうっていうのはあった。あったが、まあなんかこの二人が中学生だと思えば、微笑ましいんじゃない？まあまあ、そういうのもあるかもしれないけど、いい大人が、いい大人がこんな感じになるかっていう、いうのは思いましたね。はい。あ、まあ、それに対して、あ、西川さん中学の教員をやってるんですよ。中学の教員を。あ、からかわれてる男の子ね、が、中学の教員をやってて、で、まあ、高木さんは、中学卒業と同時なのか、在学中になのかわかんないけど、パリに移住して、離れ離れになってしまったと。で、その後、で、10年ぶりに、この島に、小豆島なのかな？ 24 の瞳で、おなじみの、に帰ってきて、まあ、島なんですけど、この二人の故郷がね。で、そこで、教育実習生として、参加するという話がメインにあると。で、まあ、二人は、多分、相思相愛で、相思相愛なのかな。まあ、少なくとも高木さんは西方のことが好きで、めっちゃからかってるっていう話だよね。それはまあ、基本線だよね。ね。でさ、話の中で、中学のあれなので、教員ものとしての、この、構造があるわけですよ。つまり、教員ものとしての構造ってのは、まあ、生徒との関わりだよね。生徒と関わるっていう教員ものとしての構造がありますと。で、このさ、生徒たちって、まあ、基本、メインの話は、西川だと、高木さんの、なんか中学生みたいな恋愛がメインなわけですよ。いい大人の中学生みたいな恋愛を見せられてどうなんだっていう感じはするんですけど。で、対する、この、まあ、なので、ここがさ、ここが、この、西川と高木さんの、恋愛部分がメインにあるので、この、当然、この教師者としてのこの生徒の部分も、ここも、何？恋愛者なんですよ。テーマとして恋愛者が、こうテーマになっていると。いうことで、どっちかっていうと、どっちかっていうと、こっちの話の方が、サイドストーリーである、生徒の恋愛ものの話の方が、リアリティがあってよかった。リアリティがあってよかったなっていうのがある。うん。そうだね。っていうのが、まあ、大体私の感想ですかね。そうね。で、演技に関しては、役者が上手い下手とかじゃなくて、もうこれ完全に演出のプランだと思うんですよね。あの感じはね。西方もさ、教員やってるモードの西方の演技と、高木さん、と話してる時の西方の演技が全く別人なの。全然違う人なんですよ。いや、そんな統一感ないんだっていうところも、すごいなんかね、私のあれは、ノイズになっちゃってて、
何没入感みたいなのがちょっとそがれる原因にはなってたな。まあとはいえなんかあのまあ中学生だと思って見ればなかなか微笑ましい恋愛模様で良かったんじゃないかなっていうのと、あとね後半あのあこれはネタバレになるのかな、まあちょっと後にしよう。あとね子役があるんですよ。これのこの二人のさ10年前10年前をこう描いたこうパートがあって、これはねすごい自然なのよやっぱりうん、そう自然だし10年前のさ高木さんの役の女の子がなんかすごい高木さんのさ漫画のビジュアルに寄ってたよね。あれすごいすごいなんかあ高木さんっぽいっていうのがありましたね。そうね。ただこの10年前の子供たちのこう芝居もうちょっと見たいなっていうのはあったな。あんまり出番ないですかね。まあ、基本的には現代のとか今の25歳になった2人の話っていうのがメインなので。そんな感じ。というわけで、ネタバレパートに行こうと思いまーす。ネタバレ嫌な方はですね、後で見るを。後で見るを、クリックしておいていただけると。ありがたいです。じゃあ、行きます。はい。改めまして、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元住吉なのです。今日は、からかい上手の高木さん、映画からかい上手の高木さんを見ております。映画はね、劇場版っていうのと、映画っていうのが二つがあるわけですけど、劇場版っていう方は、アニメね。はい。ということで、話していこうと思います。ね、後半に、まあ話したいこと、そんなないんですけど、後半にね、長回しがあるんですよ。後半に長回しがあって、まあ長回しがあるっていうか、この、まあさ、この、なんだ。なんだ。この二人がさ、この、もう明らかにこう、何高木さんが、は、西方のこと好きなわけですよ。それがわからんわけないだろうっていう。わからんわけないだろうっていうことなんですけど。どうなんだろうね。わからない。でも二十歳過ぎてわかんないとかあるのかな。中学生だったらさ、まあわかんないあるかもしれないし、わかんないもあるし、なんかそこで何を、こう、付き合うことに対するさ、なんか、恥ずかしさみたいなのがあったりもするわけじゃないですか。なんか、それでまあ、あんな感じなのが分かったりとか、なんか、こう、たじたじになるようなさ、のも分かるんですが、どうなんですかね、っていうのは、まあ、それはさておき、で、まあ、長回しでさ、西方が、こう、高木さんに、まあ、好きとかよくわかんないけど、付き合ってくれみたいなこと言い出して、なんだそれって親が見てましたけど。それに対して、高木さんは、西方のこと好きだよって言うわけですよ。まあ、そうね、教室で長回しの、長回しですね。カット入ってるの、まあ、カメラ切り替わってるから、3カメあって撮ってるのかな？なので、で、BGM もなしで、
こう3カメでこう長回しで、長回しなのか、まあカメラの切り替えのところでカットがちょっちょい入ってるかもしれないです。わかんないです。入ってても気づかない。本当にワンカメラでね、長回しだった。もう大変ですけどね。そんな暴挙が許されるのかわかんないんですけど。まあでもこの、それで、そうしたら、この西方が、じゃあ結婚しようみたいなことを言い出すっていう。なんだそれっていう。長々と見せられるっていう長回しがあって、ここがとっても良かったね。まあ、私の中では、この映画の中で一番良かったところがここですね。なんだそれなんだけど、まあなんだそれみたいなところはさ、冷静になればなんだそれみたいなことあるんだけど、まあ、そこを力ずくで、こう、なんていうのをねじ伏せる、こう、何ですかね、あの感情はね、甘酸っぱさ青春感はありましたよね。はい。いやー、中学生がやってんだったら、もっと良かったと思うんだけどな。って思ったわ。中学生やってたら星4つあったかもしれないぐらいの。まあね、10年前のキャストで、あの、原作の、あの、高木さんをやるべきだったんじゃないか。やるべきだったんじゃないかっていうか、私がいいと思う作品はそうだったんじゃないかっていう。気はちょっとした。まあ、とはいえ、まあなんだ。よかったと思いますよ。普通に面白かった。まあ、ノイズは多かったけど、そうだな、ノイズ多かったかな。なのでまあ、まあなんか、原作派も、そうでない派ってどんくらいいるんですかね。長野めいちゃんを目当てで見に行っているとか、高橋文也さんって読むのかな。目当てで見に行ってらっしゃる方とかさ。その辺が、どうなんでしょう。中学生のさ、あの、子が、あの、何、合唱で指揮をしてる、あの、生徒のさ、恋愛の問題を抱えてる女子生徒の人なんですけど、この子あれなんですね、あの、そうですね。あの、かつて、あの、流浪の月、去年だ。去年じゃん、おととしだ。流浪の月にの、こう、子役の、子だったっぽい。へぇー。白鳥玉木さん。へぇーって。いや、今思っただけです。まあ、そんなとこです。そんなとこです。まあ、特に、あとは、ないかな。まあ、あの、なんか、ちょっと、中学生に変換して、変換してみたらいいんじゃないかなっていう気がしましたね。さ、今週さ、何見ようかなと思ってるんですけど、あの、まあ、異国日記が、まあ、ファーストチョイスかな。ドライブアウェイドールスもちょっと気になる。ライドオンも気にはなっているが、まあ、これ来週ってか、先週だよね。ジャッキーチェーン映画ね。あとね、私ちょっと見たいのは、ちょっと見たいのは、BTS のね、映画が今やってんですよ。BTS、
ブリング・ザ・ソウル・ザ・ムービーってのをやってて、これがさ、若干気になる。若干気になってんですよね。あの、K-POP スターグループ、男性アイドルグループの BTS について、まあ、私基本全然知らないんですけど、全然知らないんですけど、ちょっと見たいなと思ってるんですが、まあ、知らないだけに興味があるのです。はい、あ。そう。あの、いろいろ知らないことにね、興味を持つのはいいと思いますよ。いいと思いますよっていうことです。というわけで、まあ、下手すると BTS を見てくるっていう。見てくる、来た感想が次の動画になる可能性があります。お気をつけください。というわけで、あの、よかったら高評価とかチャンネル登録とかお願いしまーす。久しぶりに、あの、思い出したんで、ずっとなんか最近言ってなかったよね。うん、ちょっと。ちょっとね、なんか驚きました。この間思い出して、いやー映画って本当にいいものですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。じゃあ。